どうもこちらみやです。今日もですね、99連勝するまでパート2やっていこうかなと思います。まずはステータス見ていきましょう。現在こんな戦績となっております。前回に引き続きですね、465戦やって、431回1位取っております。さあ、この戦績から、まずはやっていきましょう。さてさて、まあまだね、2連勝中なんで、2連勝中なのでね、このシリーズ通して、さあ、しっかりバチコリマッチングしていく。やっぱり人いますね、本当にね。一気にマッチングした。あと、左の、あの上の一つの穴かな、あれだね。さあ、来てマッチングしていく。よしよし、まずはとどめ1ですね。とどめ1忘れないようにしましょう。さて、モサがいるかどうか。まあちょっとね、この相手の画面を見るかどうかっていうのも結構重要になってくるんで。まあ特に相手がそのレーンを組んでるかとか、まあこの人強そうだなみたいな、そういうのね、割と把握しておくのも重要なんで。さあ、とどめ1でしっかり行きましょう。まあ一人になるんで大丈夫ですね。開幕パフェ済み。これ開幕パフェ済みっていうテンプレで、しっかりパフェを取っていくと。まあ一応これテンプレの積み方なんで、積み方さえ覚えれば、あとは消し方覚えればね、あんな感じでパーフェクトクリア取れるんで、まあ割とおすすめな積み方となっております。さあ、ここで T スピンダブル組んでって、ちょっとジェイミの、エルミの置きミスした。削って、まあ火力作っていきますか。まあ、序盤はそんなに火力来ないんで、まあとりあえず、とにかく火力を作って、バッチストを稼ぎたいっていう。まあ、そんな感じだね。これ、テトリス打った後からのこの4列連。種さんの4列連ですね、これ。しっかり積んで、発火。発火してって。まあ、こんな感じでね、しっかり繋ぎ方も意識しながら、繋いでいきましょう。T ミノ、S ミノ、Z ミノ、O ミノ、L ミノ、I ミノ、J ミノまでかな。ジェミの S ミノまでか。ジェミの S ミノまでしっかり繋いでって。さあ、一人 KO して、なんとかバッジを 25%。順調ですね。いいペースだと思います。これ結構狙われてるんで、ここら辺でカウンターに切り替えて、これ今3人射線でこれ狙われてると思うんですけど、まあこれをしっかり返していきたいっていう、まあそんな感じだね。とりあえず、ジェミの S ミノまで、こう回転でまずしっかり連繋いでておいて、OK。これ普通に火力でいこうかな。まだだいぶ狙われてるんで、言うても。まあ、結構油断は気持つかな、これ。一気に火力来たりするんで、こうやって狙われてると。まあ、でもその分、全員倒すことができれば、全然、そのバッチめちゃくちゃもらえるんで、むしろいい場面が多いんですよね。倒されなければこんな感じに、どんどん倒して、このバッチが早く稼げるんで、こうして DT 砲で行きましょう。途中 DT 砲を、まあ、DT 砲で、って言えばやっぱり開幕のイメージ多いと思うんだけど、まあ、形さえ覚えてればこうやって途中で組むこともできるんで、さあ刺していき、まだだいぶ狙われてるな。とどめ1で変更しようかなと思ったけど、まあまだ結構狙われてるんで、このままカウンターで良さそうですね。4人狙われてるんで、まあ大体目安としては3人以上かな。3人以上狙われてたらとりあえずカウンターにしておいた方がいいっていうのはあるかもしれないです。まあ、二人だったらまあどっちでもいいんじゃないかな、多分。うん。まあ、二人でもカウンターにした方がまあ無難ではありますけども。さあ 50% になってて、まあかなりペース的には良さそう。さあ火力来たんで、これちょっと一回操作やってといて。あんまりね、その小さい攻撃受けると穴場になりやすいっていうのもあって。結構ね、このゲーム自体、その競り上がりの硬直時間が長いんで、まあ、その時間を受けてるだけでも結構もったいないんですよね。なんでちょっと操作やってていきます。まあ、こう T スピンシングルにしていきましょう。シングルにしてって、ちょっと、ま、先読み入れときながら、こう削ってって、はい。さあ、残り50人。残り50人になっていく。どうしようかな、これ。ちょっとダブルダガーチェックに行くんですって。こんな感じ。で、もう一回これダブルダガーですね。エルミノで、J ミノでダブルダガー組んどいて、まあ、積み込んでいきましょう。まあ、そろそろカウンターはやめてもいいかなって。ぐらい、そうですね。とどめ1に変更しておきましょう。とどめ1に変更しといて、ここで再びバッチを稼ぐ。バッチを稼いでいく形。3連発攻撃送ってって。まあ。順調に火力を作っていこう。まあ結構これ、リソース多いんで、まあ、いくらでも火力作れるような、そんな感じなんで、ね、だいぶ強い地形ですね。
おっと、まあ一応これ入るんで、まあ、結構嫌な置きミスしたかと思うけど、これ入るんで、はい、スポッて入るんでね。あ、全然大丈夫と。さあ、こうしてこうしてこうして、ヘッドリスからゲイスピンダブル、そろそろ 75% 来ましたね。 75% になって、あともうちょい、あともうちょいでバッジが全部獲得できるんで、まあ、理想を言えばやっぱり残り12以下になる前にバッジをね 100% に稼ぎたいんで、まあ、それが理想なんで、ね、さあ T スピントリプル T スピンダブル T スピンダブルと、まあ、これキングクリムゾンっていった、まあ、かなり大型なテンプレなんですけど、まあ、非常に火力が高いんで、まあ、全然組める画面があるなら組んでいいです。さあ T スピンダブルで、まあ、ちょっと順調に順調に火力作っていきながら、キミノヤヌいけるかな、まあ、いける、いきます。キミノヤヌ作っといて STSD でいきます。スーパー T スピンダブルで火力、T スピンダブルから T スピンダブルと、さあしっかりね技名もちょっと解説していきながらやっていきます。削って削って、ここでもう一回4列連にしようかな。4列連にしてって積んで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 、まあ、このゲーム自体その一回消してれば競り上がらないっていう仕様なんで、まあ、とりあえず、連チェックに掘っていく。まあ、もしくは4列連とか、そういう連携の、まあ、派生系というか、そういうのが強い。うん、だいぶ強いと思いますね。さあ、しっかり繋ぎてって、ここまでかな？ここまで繋げてって。はい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 。まあ、カウンターに一回切り替えますか。単位狙われてるんで。まあ、どちらもいいんですけど、とどめ一と。まあ、念のためね。ちょっと。ペース的には悪くないんで、バチのそのペースが悪いと、まあ、とどめ石でそのまま強気に行くしかないと思うんですけど、まあ、これ、そんなにペース悪くないんで、まあ、あまり無理する必要はないんでね。さあ、しっかり、カウンターで刺していくと。まあ、この辺、とどめ石に切り替えておきましょう。まあ、結構、無難にその行ったりした方が、勝率はね、上がったりするんでね。そういう細かいところも。乗ねえのか、これ。あ、乗った乗った。危ねえ。ずいぶんすごい動きしたね、今。いろいろなんか、まどろっこしい動きしましたね。さあ、こうして。さあ、しっかり触っていく。100% になったらもうこれカウンター一択です。100% になったらもうカウンター本当に一択なんで。今回、ちょっと弾いて。なかなかカウンターになりませんでしたが。まあ、しっかりして。T スピンダブルから、T ミの屋根かな。T ミの屋根つけといて、はい。テトリス、まあ、速度速くなってもね、T スピン全然組んでていいんで、まあ、結構難しいかもしれないですけど、組んだ方がもちろん強いんで、さあテトリス打ってって、まあ積み込みながらもう一回テトリス、まあ、ティームの来てるんで、ティームの使って大丈夫で、ここドネイトです。大身を使ってドネイト T スピンダブルで、ここで先読みしておいて T スピンダブルと、まあ、いい地形を保ちながら、まあ、OK ですね。しっかり、まあ、いい地形を保ちながら、T スピンを組んでいくと、ひたすらね。無理やり T スピン組んでも、その次に繋がらない形っていうのは結構弱いんで、まあ、常に常に T スピンをできるような形を維持しつつ、まあ、そういうのね、そういう組み方を覚えるのも重要です。でも、もう一戦やっていきましょう。まあ、いい感じでしたね。最初、序盤結構、やっぱりカウンター狙われてたんで、そこを返り討ちにして、うまくバチを稼ぐことができたんで、まあ、かなり幸先良くて、まあ、後々ね、妥協することもできたんでね。あんまり無理しすぎると、やっぱり、ミスのその頻度というか多発しやすくなるんで、まあ、結構妥協をする、常に妥協するぐらいの気持ちでやった方がいいですね。置きミスのそのリカバリに本当に自信がある人だったらいいですけど、まあ、リカバリ上手くないとどうしても、置きミスって結構、解消するの難しいんでね。まあ、リカバリもね、ちょっと見せていきましょうか。まあ、万が一置きミスした場合は。さあ、ここしっかり。今回は、誰にも狙われてないんで、まあ、とどめ打ち一択です。とどめ打ち安定。から、パフェ積み。これ DT パフェっていうテンプレの積み方で、まあ、これ JI で取れるんで。まあ、この形もね、まあ、できれば、DT4 使う人は覚えた方がいいですね、少なくとも。DT4、開幕 DT4 テンプレで使う人はこの積み方を覚えた方がいいです。まあ、今のテンプレなんで、本当に覚えれば誰でもできますから。あとは、まあ、消し方かな。パーフェクトクリアの消し方さえ覚えればできると思います。さあ、T スピンダブル打っていって、テトリスまで打っていく。これもう一回 T スピンダブル組んで、まあ、どん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 火力耐性でいきましょう。火力、火力、火力、火力と。まあ、ここも積み込みでいいかな。あんまり無理して。
無理する必要ないんで。まあ、ちょっと、エスミネ今置きミスしたけど、まあ、全然火力嫌いんで。無難に無難に積んでって。はい。まあ、これも T ミノ使って大丈夫っすね。T ミノ使ってって、テトリスからまあ、大ミノかこれ、エスミノで削れば、こんな感じに T スピンダブルになるんで。まあ、いうその妥協をしながら T スピンを組んでいく。タッチもまあ、ぜひぜひ覚えていってください。さあ、こうして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 。まあ、T スピンダブルから、テトリスでもう一回積み込みかな。無難に積み込んで積み込んで。まあ、常にね、リソースを確保しておくっていうのも重要なんで。こんな感じで、ね、まあ、今全部その、T スピンとかテトリスが打ってもいいんだけど、まあ、その、どうしてもね、その、このゲーム貫通って言って、攻撃が貫通してしまうことがあるんで、結構そこが貫通してくると怖いんでね。結構リソースを常に確保しておくっていうのも割と重要な戦略になります。常に総裁も当てられるし、総裁外し。まあ、相手の攻撃を受けてからも、攻撃が遅れて耐性。それで、ね、まあ、その、盤石というか、まあ、ダブルワークにしといた方がいいですね。あんまりその、無理すぎると、本当に、なんか変なことに、変な事故にあったりするんで。まあ、そういうことがないように、まあ、しっかりね、リソースの確保もしっかり意識しておきましょう。で、これ全然切れないんで、まあ、ここら辺ね。まあ、ここもそう、だから、先ほど言った通り、まあ、テトリス打ってもいいんだけど、まあ、打たない方が結構安全ではある。まあ、全部打った瞬間に相手の攻撃がまあ来て、カウンター受けたりするんで、まあ、そこら辺ですね。さあ、組んでて組んでて、まあ、これもティーミノ使って大丈夫ですね。全然大丈夫。まあ、地形的にアイミノでまあ、テトリスで操作やってられるっていうのもあったし、まあ、そんなに火力相手から来なそうだったんで、まあ、ここはアイミノ見せりましたけど、まあ、しっかりエルミノで、まあ、ライン揃えてリカバリーしといて、さあ、残り50人。まあ、ペース的には、まあ、普通ぐらいかな。こんなに、早くもない。さっきみたいに早くもないし、遅くもない。まあ、普通ですね。マジで普通ぐらい。さあ、T スピン組んでって、こうして、まあ、T ミノ入れて、しっかり地形を合わせといて、T スピンダブルと。まあ、こんな感じに常に火力を送ってれば、結構、相殺できるんで。では、なんか3人ぐらいから一気に狙われたんで、ここでカウンターでいきましょう。まあ、今狙っている人はちょっと返り討ちにね、していきたいですね。3人分。これ結構、まあ、結構終盤になってきてるんで、倒せればかなりバッチもらえるんでね。この辺でカウンターで、しっかりバッチを稼いでいきたい。まあ、今50になったんで、あとこの狙われてる2人ですね。狙われてる2人の人をちょっと、撃墜していきたいですね。おっと、ミスター。これは、まあ、とりあえず T スピンシングルかな。シングルにしといて、まあ、削ってって。こんな感じで。J、J で入れてって、T ミノ使っても大丈夫でしょう。さて、テトリス打って、まあ、T ミノここも使って大丈夫ですね。全然大丈夫。まあ、結構その、T ミノ使っていいか大丈夫かっていうのは、まあ、火力が来るか来ないかっていうので、大体判断できるんで。まあ、そこら辺もね、しっかり。まあ、できれば見ながら。余裕があれば見た方がいいですね。全く見ずに、その、ティーミノで無理やり間に合わせようとすると、まあ、急いでる分、ミスもしやすくなるし、まあ、万が一来たら、本当に何もできなくなってしまうんで、しっかり、その、ね、状況を見ながら組んでた方がいいです。まあ、そこは結構難しいですけどね。まあ、こういうのも全然組めるんで。まあ、火力来てないんでね。で、ここで大ミノにドネイトしてって、ここでダブルダガーですね。ダブルダガーで、T スピンダブルから T スピンダブル組んでいく。まあ、テトリスまで。まあ、でも見なくてもその1回分の総裁があれば、大体なんとかなったりするんで、まあ、とりあえず総裁の火力を用意しておくのが一番重要かな。さあ、カウンターどうしようかな。まあ、とどめ打ちにした方がいい場面あったような気はしたけど、まあ、とりあえず積んで、まあ普通に積み込みで行きましょう。4列で今行こうかなと思ったけど、ちょっと、いつも噛み合わなかったんで。これ T ミノミスだけど、T スピンミニで、バックトゥーバック継続させておいて、残り10人。そうだね。今1人なんで、ここでちょっととろみちに切り替えて、バッチ数稼いでいきましょう。OK。受けてから、はい。まあこれ 100% になったね。ここでカウンター一択です。カウンターにしといて、まあ、安全に。
まあ、こういうちょっとした攻撃受けたくないんで。時間がもったいないんでね。受けてる時間が本当にもったいないんで。しっかり操作当てながら。こうですね。こんな感じで。4列連で行ってもいい。4列連行きましょう。しっかり4列組み切って。まあ、こんなもんかな。で、これしっかり繋げて、T 身の S 身の O 身の、まあ、繋がりますね、これ。まあ、ほぼ全部繋がると思うんで、かなり強い。お、ちょっとミスったけど。まあ、刺すことができたんで、まあ、結果オーライとしましょう。今のできれば、J 身の L 身かなと繋いで、最後まで繋いで刺したかったんだけど。まあ、ちょっとね、最後、かっこよくは見せられませんでした。まあでも、あの状況で4列連を組んで、しっかり、相手にね、刺してって、まあ一応もぎ取っていくと。まあいい感じですね。まあ大体立ち回り的にはこんな感じかな。あまあできればね、しっかり、総裁の火力も用意しときながら、まあどんどん積み込んでて、火力をボンボン出していくと。でまあ狙われたらカウンターをしながら。まあしっかりね、序盤はバッチを稼いでいくことが重要なんで、そこら辺の意識配分もしっかりしましょうということですね。じゃあ最後にステータス見ていきましょう。OK。まあ、序盤言った通り、467戦で、433勝。3回1位取ってますね。まあ、いい感じなのではないでしょうか。というわけで、勝率9割超えね、を維持しながら、まあ、このね、99連勝を目指して、パート2、終わっていこうかなと思います。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。